にちは。ご視聴いただきましてありがとうございます。イオンモールハイホンからローソンへグラブタクシーで向かっております。この直線道路がワクワクさせますよね。早速海が見えてきました。午後2時前にはいつものニャギにチェックイン。ニャギからローソンビーチへ向かうあたり、KTV がたくさんあってちょっとびっくりしました。おそらくこのような需要もたくさん出てきたのではないかと思われるローソン地区であります。私の場合、明るいうちはまだムラムラしないので、夕方までニャギでゆっくりさせていただきました。いつも泊まるニャギの前の飲食店も KTV に変わっており、その前の歩道がご飯が食べれるようなスペースになっておりました。ほんとドーソンってすぐ変わりますよね。ちょっと本当にびっくりしました。このコーヒー色の海を見るとドーソンへ帰ってきたなという気がします。ヤギの夕食は賛否ありますが、私は好き嫌いがないので満足しています。夕食が終わったら女の子を呼んでもらってます。こんばんは、かしらです。今ね、1回戦目終わりましてね、なかなかね、なんかね、ドーソンってさ、その辺で一人でお酒を飲めるような場所がないんで、目の前のちょっとね、食堂っていうかところで、まあ、飯食うところなのかな、そこでも地元のこのビアハノイっていうのね、これ多分普通にビアホイとかでも飲まれてるビールを多分缶に詰めたものだと思うんですけども、これを飲みながらね、ちょっと今日は振り返ってみたいなっていうふうに思います。なんかね、思ったよりバイクの後ろに女の子乗ってて来るじゃないですか、少ない感じがしてて、それはなんか夕方ぐらいから実はちょっと感じていて、確かにニャギの前にはたくさん同胞の仲間たちがたくさんいるんですけども、その割にはね、なんかね、少ないなっていう感じがして、で奥の、まあ、通称私奥の細道って言うんですけども、要はちょっと規制が入りそうな奥の細道の方行ってみたんですけども、前回7月ですかね、去年の7月に私が、上げました動画でバインダークは、ね、茶色いきしめみたいなカニの出汁の効いた麺食べたところがあると思うんですけども、あの辺あたりがですね、さら地になってましたね。でその一掃作戦と関連してるのかがちょっとよく分かりません。でこれなんでかっていうと、一掃作戦はなんか海側に減り出したなんか国の土地をなんか返せみたいな感じなんでしょ、国はさ。で道路の山側なんだよね、更地になってるのがね。でやっぱりなんかね、今日月曜だからなのかもしれないけども、そんなに奥の細道エリアが盛り上がってなかったんですよね。でまあ自分が泊まってるニャギの方に帰ってきまして、まあ大体ね、各ニャギにこう男の人が1人2人ね、専門家でそろそろブンブンみたいな感じで話になって、そうするとまあ自分でバイクに乗って連れてくるとかさ、あとはまあ連れて回ってくる人を声かけてくれるとかって感じになるんですけども、まあね、正直ね、ちょっとね、中途半端っていうのか、なんつうのかな、俺好みじゃないから、熟女でもないし、すげえ若くもねえし、本当になんつうか、20代後半から30代頭ぐらいの子かな、まあ、タトゥーがぶわっと結構でかく入って茶髪の子とかさ、で俺派手め嫌いだからみたいな感じで言って、そうなんだみたいな感じになって、でやっぱ見た目がすごく10代みたいな感じのね、子が一人いたんで、まあ、これいいかな、ね、宗教式でいいかなと思って、でもなんかやっぱさ、
もうさ、呼ばれた時からもう塩対応でさ、もうすごく嫌そうな顔するんだよね。まあそれがドーソンなんだけどさ、いや俺今までのドーソンってそういうの当たったことなかったから、逆にドーソンってこのコスパですげえなとかでずっと思ってたんだけど、今日ね初めて皆さんが言うようなね、ちょっと塩対応もう終始でこうね、やる気ないみたいな。でしかも終わってさ、まあプレイはもうほんとドノーマルだけど、まあ、ドノーマルってのは要はあれね、生 F、であれだったね、上乗っかってくれるのかな、振ってくれるのかなと思ったら違う、なんか自分でやってください、自分で入れてくださいみたいな感じで、うん、でなんかさ、すげえさ、この、まあ、体が小さいからさ、なんか奥まで入れるとなんかすごい痛いとかってなんかなってさ、あ、じゃあもう早く終わってやろうかなみたいな感じになっちゃってさ、うん、なんかかわいそうでね、うん、でまあ本当だったらさ、もうちょっとさ長くさねやるんだけどさ、ちょっとあまりにもなんか塩対応でなんかこっちもなんかいつまで持続化するかわかんないから、なるべく早くフィニッシュをするようにして、でジョーがシャワー浴びて、俺がシャワー浴びて、上がる頃にはもう彼女が着替えてドアから出てちゃったからね、もうねっていう感じでしたね、はあ、でもなんかあれがねいいっていう人もいれば、まあ、それがドーソンなんだよっていうねこともあるんで、まあなんていうのかな、まあ値段も3号でしたんで、まあ情報通りでしたね。ただ本当にこの5、6か、まあ俺1年経ってないと思うんだけど、あ、1年経ったか、1年でこのニャギのあるバスの通ってる通りと道村海岸の方の通りの間、ここさ今までなんかまあダラーってこうさ、まあ、なんかだだっ広い食堂が何軒もあってさ、ちょっとホテルがあってみたいな感じでさ、でヒュンダイのさ、あのちょっとでかいバンがさ、なんか家族旅行送迎来るみたいな感じのエリアってあるじゃないですか、あそこに結構 KTB が立っちゃって、これからドーソンってどうなんのかなっていう感じでしたね、うん、だから俺今日、まあ、2泊3日しかしないんだけど、これ金土日行く人もしいたらちょっと教えてほしいなって思いました。まあこれ日月火だから、あ、西先生さん月火水火だから、そんなに家族連れてその道村のビーチも多分そんな混む時におそらく行かないんで、どうやってここのこの観光地ね両立して、特にこの道村の2区のところね行くのかなっていうのがちょっと興味深いところですよね。だからこの3区とか1区みたいな、こうリゾート地のホテルみたいな、ああいう風な街になってしまうのか、それともやっぱりこの昔ながらのね、このニャギのあるちょっと低価格帯のホテルとかをずっと残しながら一部このニャギも残していくっていうやり方をするのかね、はい、ちょっとそれがちょっとねまだ不思議っていうかわからないところですね。で、あの1セットにして考えて勘違いしている方もいると思うんですけど、別にこれ風俗の一掃作戦じゃないんですよね、多分ね、土地の不法占拠に対する政策なんで、そこにたまたまニャギがあったってことなんで、ただまあこの間ね、国の人が去年でしたっけ来た時に、やっぱそういうまあ違法なねこの風俗というかこういうことも斡旋してるねみたいなことも触れられてはいるんですけども、風俗を一掃するための施策ではないので、まあ完全になくなるってことは私はないんではないかなっていうふうに思っております。で今のところまあ日本人は 3、4 人それ違ったかな、はい、うん、まあ中国人、台湾人、どちらか私にはちょっと理解できないんですけども、まあ、中国語を喋る方と、あとハングルですね、はい、がおりました。まあ一応ね、1日目はそんなところでございます。
興奮してますけど、大丈夫です大丈夫です、こういうとこですよっていうね。ほら、おお、すごい、おお、すごい。いや今ね、朝5時半、奥の細道ね、行ってきましたけどもね、いや全部海側ないね、うん、で、一番奥の細道の一番奥のところに、カラオケがありました。その他はほとんど宿で、情報としてお伝えしたいのが、バス通りから奥の細道に入るこのロータリーみたいなところ、あそこにタクシーが3台ぐらい止まってるのと、奥の細道でもねタクシーが5台ぐらいいたんで、もし朝帰るんであればグラブでは捕まえないんだけど、タクシー捕まりますね。はい、ほら結構比較的大きいタクシーが止まってるので、スーツケース、まあ、さすがにでかいやつは、まあ、でかいやつも多分いけると思うけども、大丈夫だと思いますよ。はい、いやただグラブは基本的に普通の検索もできるけども、まあ捕まらないってことと、あとスケジュールライドってあるじゃないですか、あれだとサービスの提供外ですってエリア外になっちゃうんで、実質グラブタクシーが使えないっていう感じなんですけども、止まってるタクシーはいるんで、はい、大丈夫だと思います。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今動画ではたった1年でこれだけ道村が変わってしまったという姿をお伝えしてみました。またニャギ飯と早朝の奥の細道の姿もお伝えをしてみました。消滅が危惧されていましたが、道村はまだまだ楽園として健在できると思います。次回の動画では昼間の道村の過ごし方の一部をご案内したいと思います。ぜひチャンネル登録、評価をよろしくお願いいたします。